まことは知らなすぎる。これ以上近づかない方がいいよ、あの人に。まことは知らないから、あの人が本当はどんな人か、どんなに恐ろしいか。私の言うことよりあの人を信じるんだ。わかった、もういい。あの人に聞いたら、まことはあの人のこと分かってあげられるんだから。石原、本当に咲ちゃんには注意した方がいいよ。まあ僕の勘だけどね、心の底が読めないんだ。何か胸の奥に、そう、暗い何かを秘めてて、うっかり僕たちが覗くと大変なことになる気がする。石原、気をつけろよ。咲ちゃんは今に何かとんでもないことをする。どうしちゃったの？あんな大声出してこんなバカみたいに走って。
あの子みたい。そういう子ってそうなると必ず飼いたいって泣くのよ。かわいそうだからって泣くの。そのくせに3日したら飽きちゃってまとわりつかれると蹴ったりするのよ。そんなだったら最初から情けなんかかけちゃいけないの、無責任に。違うとでも言いたいの？少しだけわかるよ。でもそういう考えのできる人が何人いるっていうの？おめえ自分が可愛いだけの利己主義者ばかりじゃん。そんなだから人なんか信用できないの。そうよ。言葉なんか話さない、そんなもの必要としないからよ。嘘をつくからよ。人は嘘ついてばっかり。だから嫌。
優香に聞いたの。私一人で見たかったの。誰もいないところで一人で見たかったのよ。学校についてた野良猫と校庭の桜の木しか私の言うことまともに聞いてくれなかったのよ。ずっと私を信じてくれるの？私だけを？私だけじゃなきゃ嫌なの。絶対嫌。何？その気のない返事。じゃあ誓って。誓いなさいよ。なんか言った？
誠くん、私のこととんでもない女だって思ってない？本当に？本当にそう思ってる？